こんにちは。今回はちょっと話題をチベットから少し離れて、隣のブータン王国の話を少しさせてもらいたいと思います。まあ人類の有史以来ですね、何が幸福かということは哲学者にとっても科学者にとっても宗教家にとっても大きな課題だったと思います。幸せというものは本当に測れるものかどうか、幸せというのは有機的なものであるのか、あるいはその完全な精神的だけのものであるかなどということがいろんな議論をしてきました。しかしその世の中においてブータンの第四国王が1972年、GDP とか GNP に対してGNH ということを提唱されました。この GDP 国民総生産とかに対して決してそれを否定するようなものではないんです。ただしやっぱりその GDP が高いからその国民がより幸せになるということを言えないのではないかということを、まあ、ここは考えたわけです。現に世界幸福データというその機関によって調べたところ、例えばその日本は経済的には世界第2位ですけれども、8000人の人たちで調査した結果、日本は幸福度では178カ国のアンケートを分析した結果、日本は90番だということです。デンマークが第一だというようなことです。で、それに比べると、まあ、ブータンはGDP はやっと最近になって、1人当たりのものが2000ドルぐらいに、たどり着いたぐらいですけれども、しかし幸福度は極めて高いということを言われております。また同様なことで、他のデータの調査などによると、アメリカ合衆国の人々は30年前と今日では国として、より豊かになり、そして社会全体もより平均的にですけども裕福になったと。だけどその幸福度は30年前よりもかなり落ちており、そして毎年これが下落しているということが言われております。その世の中においてブータンはじゃあ何を持ってその幸せ度を測ろうとしているかというと、一つはやっぱり国民が満ちされたりているかどうかということです。例えば時間の価値、この時間の中でどれだけ自分がゆとりを持ってそして過ごしているか、あるいはその家族や他の人々とどれだけそのコミュニケーションを図っているか。で、当然それぞれの国において、例えばその犯罪歴のある人たちがどれだけいるか、刑務所にその時点でどれだけの人たちが入っているかとか、そういうことを基本に、人間の特に今ブータンが重視しているのはやっぱり健康、幸せに必要な最低限度の条件として衣食住、そして医療が足りることです。国民すべてが住む場所が確保され、そして一日一日の生活に、不足しない、それからすべての国民がある一定の教育を受けられる、それから健康であるということ、こういうことにまずその国が一番力を入れていると。そしてその健康であって幸せになるために自然環境が極めて重要であるということで、ブータン政府の場合には現在、特に
環境保全、自然の環境保全に力を入れております。一人の国民は平均で、毎年木2本植えるということの、運動をやっており、そしてブータンはできるだけ無農薬の農業にも力を入れるということをやっておりますし、それから薬草の天国、薬草がたくさん取れる国ですので、宝庫ですので、その薬草を使って伝統的な医学を、医術も大事にしようということをやっております。3番目の柱としては文化および伝統を大切にしようということです。で、文化および伝統を大切にするということは、すなわち、これが伝統文化だからといって飾るのではなくて、やっぱり生活の中にそういう伝統的芸術や技術や、あるいは価値観を導入し、毎日の生活にそれを活用するということを重視しております。そして最後に良い政府、つまり良い政府ということは、特に、官僚およびその役所の人たちは国民にサービスする立場であるということと、そしてその官僚の仕事、あるいは政治家の仕事の究極的な目的は国民の幸せを確保するということであるということを鮮明にしていると。これが多分現在のブータン国王が、国としては小さいし、GDP も極めて低いですけれども、しかし世界中から今注目される一つの要因になっていると思います。現在のブータンは、そういう観光を大切にするという意味で、水力発電所に力を入れ、そして電気を隣国に売っております。またもう一つは自然観光とエコツーリズムを大切にして、その質の高い観光を実践しようということも力を入れております。皆さんもぜひ、この夏休みあたりですね、ブータンに足を運んで、実際今この世の中で、そのような環境を保全しながら、そして維持可能な開発ということを実践している国があるということを自分自身で体得してもらいたいと思います。私は最近数回ブータン行っておりますけれども、国王の現在は第5世国王の下で、国民が誇りを持って今自分たちが進めようとしていること、それからもう一つブータンの特徴は、世界で最も若い、民主国家であるということです。2年半前にブータンは初めて、直接国民が選んだ議会から総理大臣を選ぶという、議会制民主主義、政党政治を、また政党政治の制度を導入しております。この現在の内閣が成功するかどうかということは、ある意味でブータンに民主主義がこれから根付くかどうかということの、試験でもあるというふうに思いますので、こういうことも含めてぜひ皆さんブータンに関心を持たれるといいと思います。今年はちょうど日本との国交を結んで25周年ですので、この25周年に、ふさわしいさまざまなお祝いの行事なども行われようとしております。皆さんが注意深く見れば何か目にすることもあると思います。今日はチベットからちょっと離れてブータンについて少し話をさせていただきました。以上です。